文王は中国院大末期の周国の君主。姓は姫、意味名は政。在世時の爵位から、西伯公、西則政とも呼ばれ、小書では、寧王とも呼ばれる。殷の中央に対する革命戦争の名目上の主導者であり、周王朝を創始した武王や周皇旦の父にあたる。後世、とりわけ儒教においては、武王や周皇旦と合わせて模範的、道徳的な君主の代表例として崇敬される。父は季暦、母は王の務。弟に仲と宿がいる。祖父は古皇旦父。叔父は太白と愚仲。先祖は代々周の地を統治するとともに、殷を宗主国として親従し三公の地位を授かっていた。父の死後、周国を受け継いだ季政は、首都を祁山のふもとから、伊賀の支流である河西岸の方遊に移し、人生を行ってこの地を豊かにしていた。一方で、同時代の殷王は、暴君の代名詞として知られる中央だった。ある時、季政と同じ三公の地位にある旧公と学公が、中央の布教を買って国刑に処されるという事件が起きた。この事件を受けて、季政は短足したが、そのことが高師公虎に讒言されてしまう。讒言を受けた中央によって、季政は座頭の地に幽閉される。幽閉中、一説によれば、人質だった長男の伯友公が煮殺され、その死肉を入れた厚物を供されたとされる。また、儒教の教説によれば、この時、収益の基本部分を作ったとされる。最終的には、財宝と領地を献上することで釈放され、同時に西伯の爵位を授かった。釈放された季政は中央の視線を警戒しつつ、周国で人生を再開した。ある時、恐れという小国の間で紛争が発生した。両国の君主は紛争の調停を求めて、共に周国を訪問した。そこで両国の君主が目にしたのは、農民が互いにあぜ道を譲り合い、若者が老人に道を譲って孝行するという平和な共同体の姿だった。これを見た両国の君主は自分たちが争っていたことを恥じ、ついには季政に面会することなく帰国し、紛争を止めた。中央の暴虐に見切りをつけた諸侯は次第に季政を頼るようになるが、当の季政は最後まで決起することなく、諸侯たちを引き連れて中央に降伏し、殷の臣下であり続けた。内書では、季政は、そのような人生と並行して、対外戦争によって、版図を広げる。軍師として、呂将を迎え、北方遊牧民族の犬獣、密、朱や、近隣の方国の右国を立て続けに征伐。晩年には、宿敵である高師公虎を征伐し、その領地である高師国を平屯した。季政が老齢で没して間もなく、後を継いだ息子の姫初は、諸侯を率いて革命戦争を起こす。この時、革命の主導者は自分ではなく亡き父であるとして、戦車に季政の位牌を乗せて出陣した。戦後、周王朝を建てた姫初は季政を文王という送り名で、追号、追巫子とした。儒教においては、東周時代の儒家が一時代前の青州時代を模範とみなし、周王朝にまつわる書物を経典としたことから、文王は武王や周皇旦と合わせて崇敬され、論語や孟子以来頻繁に言及されてきた。とりわけ、暴君中央に対して革命を起こしたという文王、武王の英雄的事跡は、同じく暴君である夏の桀王に対して革命を起こした。殷の東王の事績に結びつけられる。一方で、東王、武王が反逆を実行したこととは、対照的に、文王は反逆を実行することなく、最後まで臣下であり続けたという点から、儒教の教義である、名分論、尊王論、忠義観の根本を問う論題として、しばしば俎上に載せられる。その例として、幽閉中の文王について歌った、関羽の、こういうミサをし、それに対する江戸時代の朱子学者、山崎安斎と、その門弟の佐藤直方、浅見慶斎、三宅直斎たちの議論が知られている。儒教による崇敬から派生して、文王は民間信仰の対象にもなる。秋代の小説、芳心縁起では、呂章に次ぐ、主人公格の登場人物として描かれる。21世紀においては、龍二金による SF 小説、三体で、劇中劇の登場人物の一人として象徴的に描かれる。ありがとうございます。